はい、皆さんこんにちは。ロボット大好き、ガンダムももちろん大好き、ロボラボです。さあ、今日僕が遊ぶのは一昔前にバンダイさんが発売していたガンダムトイです。2007年発売、ガンダムフィックスフィギュレーション第34弾、ガンダム試作3号機ステイメン&ウェポンシステム。僕最近物置を漁っては、このシリーズの古いアイテムを引っ張り出して、でちょいちょいお手入れしてるんですけれども、やっぱこの時期に買ったアイテム、僕がね、ここ雑にしまってるんですよ。もうね、裸で保管してたりしてたんですよ。なんでパーツの確認とかしてお袋に入れ直したりしております。そんな GFF のコレクションの中から、当時僕はね、これちょっと変わった珍品だなと思って買ったやつなんですが、デンドロビウムみたいなんだけどそうじゃないってやつを遊んでみようと思います。世の中では魂ネーション2024年も開催されて、皆さんが未来を見ているその時に、僕は17年前のガンダムトイを振り返っていきます。ぜひ最後までお付き合いください。そしてまた見終わったらチャンネル登録やグッドボタン、あと旧ツイッター X のフォローなんかもよろしくお願いします。さあ、じゃあまずはステイメンの本体から。全体的に塗装をされてまして、バージョン KA って感じのマーキングが施されております。この本体プラス、劇中に登場したアームドベースオーキスの一部分みたいなパーツを含む、この玩具オリジナルのウェポンシステムのセットとなっております。ちょっと武装を持たせてみたいんですが、まずはビームライフル。これおなじみの稼働でスコープと、あとグリップ部分、マガジンカートリッジ部分が脱着、シールドは腕の穴に装着、特に角度を変えたりはできないです。ギミックは割とある方なんですが、ただ全体的に差し替えのギミックが中心だったですよね。でも何十年ぶりに遊んでますけど、いやでもかっこいいように見えますね。パッケージの写真見たら、シールドのフックのところをこうやってアームで挟んで、固定してましたんで、ちょっと真似しております。機動戦士ガンダム0083、終盤主役機的な存在ですが、ただこの状態での活躍は、ほぼオープニングの印象しかないですね。フォールディングバズーカは2本付属、こちらもマガジンカートリッジ脱着可能です。このロングビームライフルも付属しております。交換用ハンドパーツは武器持ち手ですが、武器によってそれぞれ用意されている感じです。ライフル持ち手は実は右手分しかついてませんでした。この後の映像で僕が左手にライフル持たせてる時あるんですが、あれはサーベル持ち手に無理やり持たせてます。シールドの裏側には予備のライフルカートリッジが4つ装着されてますが、それぞれ取り外しができます。関節可動については、この時代で、しかもこのアイテムなんで、本当動くところはあるんだけど、可動範囲はそんなに広くないと、そういう印象ですよね。腕のフォールディングアームは展開できるようになってます。こうやって引き出して、で先端のアーム部分も開閉可能です。腰はこれ稼働しないってことでいいんだよね。股関節開脚はこのぐらい、ボールジョイント稼働です。膝は二重関節ってのは嘘です、そんなのないです。あとは足首、つま先だけ独立して動いたりします。付け根はボールジョイント稼働。でもこのガンダムで撮らせたいようなポーズだったら、だいたい撮れなくはないかな。
ビームサーベルのラック部分は開閉可能で、このサーベルグリップは、まあ、僕のは取れないですね。刃が付属したサーベルが2本用意されてます。よし、じゃあこの後はいよいよオーキスじゃなくてウェポンシステムを装着して、デンドロビウムじゃなくて、まあ、ウェポンシステム装着状態で遊んでみるよ。まあ、これが核となるウェポンラックなんですけども、ちょっと角度が歪んじゃったりしてるようなパーツがあるんですが、これ買った時からです。あの経年劣化で僕が痛めたわけではないです。まあ、むしろ少しマシになるように調整してあるぐらいです。でここにこうやってバーニアを4つ取り付けます。まあ、これね、どこに一体つながってるんだろうって感じですけども、まあこのアイテムは僕にとっては妄想アイテムなんで細かいところは気にしないです。でこいつは基本浮かして固定なんですけれども、まあ、そのための台座付属しておりまして、このスタンドの支柱部分、交換用のジョイントパーツが3つ、これ角度が全部違ってます。まあ、これを差し替えるんですが、まあ、ひとまず真ん中のあの水平のやつが一番安定しやすいかな。でこの先端をこのラックの下の穴のところ、ここに差し込みます。これで固定、こういう感じで、ここにいろいろパーツ類を取り付けていくんですが、まずこれワクワクしちゃうやつ、ミサイルコンテナ4つ。でこれがおなじみアイフィールドジェネレーター。まあ、このパーツと、あとメガ粒子砲のパーツ、まあ、こちらは、まあ、デンドロビウム気分を味わえるアイテムとなってます。メガ粒子砲の砲身、これを全部つなげるとね、めちゃめちゃ長くなるよ。この辺はもうステイメント同スケールかな。まあ、このアイテムの全長はほぼこのメガ粒子砲だと思うんだけど、まあ、55センチぐらいかな。じゃあこれを、まあ、どちらかというとステイメンが、まあ、各武装を装着してるみたいな、そういう出来上がりになるんですけども、まあ、ちょっとこの後やってみましょうか。まずステイメンの接続はバックパックを少し持ち上げて、でこの下のところに、バックパックの下のところに穴があるんですが、この穴、それと腰の穴、この2箇所をウェポンラックと接続します。この突起、それと下の突起、これをそれぞれ今の2箇所に合わせます。まあ、やはり差し込みが硬いところ、まあ、緩すぎるところとか、まあ、多々ありましたので、まあ、その辺主にお手入れしております。続いてミサイルコンテナ、これをこのラックの三角のとこに4本通していきます。さあこんな感じ、なんか危ない位置にあるな。でこちらが今回のバズーカラック、これをフレームの部分にこうやってかまして、でプレートを使ってロックします。こういう状態ですね。バズーカの折りたたみはスコープを真下に動かして、で抜いて、でこの今動いた横のピン、ここに差し込むという、まあ、差し替え方式になってます。でこれをこのグリップのところをホルダーに装着、シールドの折りたたみもこれも差し替えなんですが、一旦バラしまして出向きを変えて差し替えます。この状態でもう一回組み直す。シールドの取り付け場所はこの下のところ、穴がありますのでそこに差し込みます。はい、これでシールドも装着完了。反対側にライフル行こうか。逆さまにしてこの裏から接続、ロングビームライフルはこの位置にグリップを合わせるような形で、まあ、こっちにもバズーカを、まあ、さっきとは前後逆向きに取り付けることになります。まあ、これはバズーカのホルダー自体が、まあ、逆向きにつけてあるので、アイフィールドジェネレーターはアームの先っぽのピンをこの穴の部分に差し込んで、
固定はこの部分だけ。これだけだとグラグラすることもあるので、スタンドの方に支えの支柱が用意されております。最後にメガ粒子砲行きましょうか。こちらも各部稼働するようになっておりまして、こちらがステイメンの手に持たせる時のグリップ。一応このまま閉じることも可能。接続部分はここ。この穴のところに本体のピンを差し込んで、で、方針を乗っけときます。さあ、これでステイメン&ウェポンシステム組み立てが出来上がりました。もうね、HG のデンドロビウムとかには、全然かないませんが、これもでもなんか迫力あるよ。我が家にはデンドロビウムの立体物は、以前ガンダムコレクションっていうシリーズがあったんですけど、特別アイテムとして400分の1サイズのプラモデルで発売されていたやつ、あれ以前動画にもしたことがあるんですが、それが我が家での最大のアイテムだから、それ以上でっかいデンドロビウムが欲しいっていう場合、ちょっとうちには置き場所とか価格の問題があって、お迎えすることができなかった、そんな僕には、似て非なるものとして、このアイテム、これなら置いとけるかなっていう感じで、当時購入したんですが、もう本当デンドロビウムみたいな部分もあるんですけど、もうこのメカ何なんだろうみたいな。右手はなんとかグリップを握っておりますが、これ取り付けるのに10分ぐらいかかっちゃいました。で、このミサイルコンテナ4本のうち2本はギミックが仕込まれてまして、これ可動部があって、こうやって開くようになってます。この中のミサイルは取り外したりはできないですが、こう3枚のカバーが展開します。この GFF のシリーズ、今見てもっていうか当時の目から見ても、ちょっと造形が歪んじゃってるところとか、塗装が若干雑なところとか、品質的には厳しいものがあるシリーズでもあったんですが、でも僕同様に、当時、ワクワクして毎回ね、いろんなガンダムを買って集めていたっていう方もいらっしゃいますよね。アイフィールドジェネレーター部分は分解できるようになっていて、中のパーツをひっくり返すことによって、シャッターの開閉状態それぞれ再現できるようになってます。この取り付けのピンがね、もう二度と取れないんじゃないかっていうぐらい硬かったんだけど、もうちぎれる勢いで取りましたよ。今回もパーツの可動部とか接続軸が緩いところはパーマネントマットバーニッシュ、もしくは軸に瞬間接着剤をつけて太めに調整しました。逆に硬いところはシリコンメンテナンススプレーを吹きかけたりしてます。ちょっと古臭いところもあるんですが、でも久しぶりに触ってみて、結構楽しかったです。というかこんなに全てのギミックを堪能してみたの、もしかしたら初めてだったかもしれないけど。2007年に発売時の価格は税抜きで定価7800円。このシリーズの中では高額アイテムだったと思うんだけど、でこれ買った僕が、十何年後にまた入手したステイメンがこっちのロボット魂版。だいたい同じぐらいの大きさだったんだね。僕ガンプラで作ったことのあるステイメンはマスターグレードの方だけなんで、
HG144 分の1もこれぐらいなのかな。そういったわけで今回は、まあ、僕にとっては懐かしのアイテム、ガンダムフィックスフィギュレーションのステイメン&ウェポンシステム、こちらをお手入れがてら遊んでみたんですが、まだちょっとね他にも埋もれちゃってるやつがあって、まあ、もし遊ぶ時があって、まあ、撮影する時またお付き合いいただけたらと思います。このチャンネルの視聴者さんのメインの世代だと、まあ、この時期のガンダムアイテム割と買ってたっていう方いらっしゃるんじゃないかと思うんですが、まあ、そんな皆さんの思い出なんかもまたコメント欄に書き込んでいただけたらと思います、まあ、皆さんからの楽しいコメントまたお待ちしております。次回もまた僕のお気に入りのおもちゃで一緒に遊んでください。その時まで皆様ごきげんよう。またお会いしましょう。さよなら。